どうも、大之助です。今回は、幼少期の大之助の小話というか、なんかちょっとアホな話をお話ししたいなっていうふうに思うんですけど、まあ、大之助は、あの、まあ、物心ついた時とかは、別に引っ込み思案で人見知りで内向的な人間だったんですけど、幼稚園児の頃とかもう、なんか、あの、はちゃめちゃな人間で、あの <laughs>、まあ、幼稚園から小学校に行った時に別の地区に、あの、結構遠くに行っちゃったんで、 あの、そこでやっぱり新しい環境で全然知らない人たちばかりだから内向的になっちゃったのかもしれないですけど、まあ幼稚園の頃とかもう本当になんかいたずらとか、まあけどもともといたず今もいたずら好きなところは多々あるんですけど、まあ僕の兄貴とかにしょっちゅうなんかいたずらとかしてたんですけど、まあ兄貴にもしょっちゅういたずら返しとかされてたんですけど、で、あの、実家帰った時とかにこの前アルバムとかめ,めくってて、昔のね。で、あの、いや、俺アホだなっていうふうに思ったのが、その、なんか僕のその幼稚園時代のその友達とかのツーショットだったりとか、まああの三人 組とかユニ組とかでなんか遊んでる写真とかがまあたくさんあるんですよね当たり前ですよねアルバムだからでそのアルバムそのなんかアルバムってラップみたいなあのペ一ページ一ページラップみたいなところに何かさ写真をなんか四枚ぐらい差し込めるじゃないですかでそのラップのところになんかマジックペンとか油性マーカーであのなんかふあの僕たちそのちっちゃい大野佑介だったりとか大野佑介の当時の友達とかの隣に吹き出しを作って兄貴ってバカだよねうんみたいなあの <laughs> まあ兄貴の下の名前で呼び捨てにして書いてるんですけど。 あの、まあ、あの、大之助が、兄貴ってバカだよねっていう,いう風なセリフを自分のふに吹き出しをつけたら、その隣の友達が、うんっていう風に言ったりとか、で、あの、別のページ見たら、その、あの、別の女の子3人組が、あの、兄貴ってバカだよね、うん、その通りみたいな風な <laughs>、あの、ことを延々となんか10ページぐらい、あの、あの <laughs>、その10ページぐらいのアルバムの写真に全てそんな吹き出しをつけてて、いやー、クソガキだなっていう風に思いましたね。いやー、どんだけ兄貴好きやんねんって話ですね。いや、兄貴はこのこ 記憶にあ,んあんのかなないう話なんですけど、まあ、実家帰、うんまあ、ふとアルバム見たときにいやなんか微笑ましいかもしれないですけど兄貴からしたらたまったもんじゃないですよねあ、まあ、とんでもない人間が大人になっちゃったなというふうに最近、しみじみ思いましたということであの、まあ、全然中身のないような話ですけど、まあ、誰だってあの、まあ、物心分別ついてない頃とか,というか、まあ、別に学生の頃とかだって好きなことをしますよね周りに迷惑かけまくりますよね。なんか ゆユたぼんくん、あの、その引きこもりのゆうたぼんくんにボロクソ言ったりとか、言ってたがって大人がいじめたりとかしてますけど、そもそも僕たち、その小学校、中学生の頃に、何十万人もおかん、あの、なんか、登録者集めたりとか、クラウドファンディングで何百万円も集め,集める能力とかありますかって話なんですよね。<laughs> な,なんつったらいいんだろう、あの、子供,子供に対していい年いいした大人たちがなんか寄ってたかって嫉妬して、なんか情けねえなっていうふうに思うんですよね、大之助個人としては。まあ、あの、誰だって失敗を糧に成長していくもんだから、まあ、かつての大之助みたいに、なんかアホなことしまくってもいいんですと。人間っていうのは、まあ別に失敗したところですぐに死ぬもんでもないし、手足もがれたりするようなもんじゃないから、どんどん失敗して成長していきましょうっていうのを、まあ過去の大之助のアルバムを見て、まあ、あ改めて感じたという話でした。ということで、今回は以上。